えー、それでは、始まりました。ビーモレルアワード2022、はい。えー、先日ね、プロ野球アワード2022というものがありましたが、えー、このビーモレルチャンネルでもね、今シーズン2022シーズン、このビーモレルチャンネルにおいて、あの、非常に大暴れした、名をとどろかせた選手というのを表彰というか、まあ、表彰、 とかいう、ええー、もんじゃないですけど。はい、ちょっと紹介していこうか、なという、えー、企画でございます。はい、B モレルアワード2022。B モレルアワード2022。まあ、この表彰する項目としてましては、あの、1点しかないんですけども、あの、天敵オールスターズ。あ<っ>、はい、えー、この天敵オールスターズを B モレルアワード2022として表彰していきたいと思います。しかしね、この天敵オールスターズというのは、これ毎年更新しておりまして、 ま、このようにアワードとしてやるのはね、はずですけども、えー、そもそも去年もね、あの、サブチャンネルの方で、えー、応援歌メドリーやってますし、このシーズンの5月にね、ま、あの、天敵オールスターズ中間発表という形で紹介してもらったんですよね。で、交流戦が終わった後にセリーグの天敵オールスターズも紹介してもらって、ま、その都度ね、天敵オールスターズとね、更新されるんですけども、今回の B モレラワード2022では、この2022シーズンを通して、えー、総合的に見て、このセリーグもパリーグも総合的に見た結果の、この1年を通しても、 天敵オーールスターズこれが最終版です決定版ですこちらを発表していきたいと思いますえー、それではもうこれ打順もポジションもねガチガチに固めてそして代打とじゃあャー先発中杉抑えもね発表していきこうと思いますえーそれでは発表します天敵オールスターズ1番センター松本剛北海道日本ハムビッグボスファイターズ えー、彼が一番に入りました。えー、この松本豪選手の天敵ポイントとしましては、今シーズンもね、もともと首位打者ではあるんですけども、ビックス戦においては特に、えー、引打率、4割4分2厘。あほか。 いや、なにこの、1チームに対する打率ではないやろ、これは。もうあの、二十何試合やっての4割4分ギリ。結構最後、松本剛選手と吉田増孝選手が首位打者を争ってね。結局、松本剛選手が首位打者とりますけど、これ、オリックスが松本剛選手に、これ、4割4分ギリとかアシストをしなければ、これ、増孝選手が首位打者でしたからね。だから、松本剛選手の、あの、首位打者の盾役者というのは、これ、オリックスなんじゃないかと。 でえね、ま、またか選手が松本剛選手を追っかけて松本剛選手にプレッシャーをかけてもあるし、これ松本剛選手はオリックスのおかげで首位打者を取ったんではないかと僕は思っております。えー、松本剛選手が天敵の一番に見事君離しました。ま、あの、中間発表ではね、あの、大ークやったんですけど、はい、スタメン昇格です。えー、続きまして、2番、レフト、高部明と、千葉ロッテマリーンズ。 こちら初の天敵オールスターズ入りですね。はい。中間発表からも外れてましたが。えー、まずこの高部選手は、打、え、率、ー、がオリックス戦3割1分4輪ということで、かなり打ってます。はい。そしてこのオリックス戦において、打点というのが12球団最多の10打点ということで、確かに、はい。まあ、その成績を見ても、まあ、オリックス戦なかなか暴れてくれてるんですけども、えーっと、これ、僕との関係がかなりありまして、その、のただただオリックス戦で打つんじゃなくて、これ、B モレル天敵オールスターズだから、この B モレルをどれだけ あの苦しめたかという、ね、あの評価基準もあるんですよ点滴ポイントっていうんですけどそういう点では僕がねあの誕生日翌日にマリンスタジアムに観戦に行ったぞぞまり、えー、ロッテ対オリックスでさよならタイムリー打ってるんですよ 目の前で誕生日翌日に。あれ絶望しましたね。あれで現地観戦6連敗やる。あと、ま、個人的にはあれですけど、僕あのね、髪切ってるのはいつもは高部選手のお兄さんのね、あの、ルイスという渋谷のね、美容室の方で切らしてもらってるんですけども、初めて高部選手のお兄さんとこれで髪切った翌日がロッテ戦やったんですけども、ええー、と、その翌日に高部選手に猛打賞しました。俺、敵に死を送ってんのかっていう。 ロッテの選手のお兄さんのところで髪切ってから、ロッテの選手がその弟が3安打猛打賞っていう。俺敵に死を送ってんな。その撃たれた直後はそういうことかと。はい。そういう戦術かとね。あの高部兄弟の策略にまんまとやられたという感じちゃった。ま、ま、でも髪の毛は気に入ってるし、あの、高部選手のお兄さんすごい良い人なんでまた行きます。えー、続きまして、3番、セカンド。お断りっくささむら。え浅村ヒルド選手、楽天イーグルス。 えーと、中間発表から漏れたんですけども、えー、帰り咲きましたね。オリックス戦で、最多のホームラン7本を打っております。えー、そして何と言っても、やはりお断りックスをしたという事実がありますので、4年前のお断りックス、そして、浅村選手が FA すると見せかけて、オリックスが調査行くと見せかけて、結局、あの、残留したっていう、この、お断りックスポイントも稼いだということで、やはりこの天敵オールスターズ、帰り咲きですね。お断りックスは何やろーえー、そして、4番、指名打者。 ここでしまっち。あのー、説明する必要ありますこれ。B モレル視聴者、多分あのね、もうここ飛ばしてるんちゃうかな。 あの、分かりきりすぎて。ま、浅村選手の紹介して、あ、4番はもう多分もう、お決まりだから、ここは別にもう見る必要ないから、うん。で、B ボデルが結局、ここでしまうじゃないやろっ叫んで、次行くから、もうそれはもう、お決まりの流れだから、見る必要ないってことで、もう5番まで飛ばしてると思うんですよ。はい。えー、その通りでございます。ここでしまうんじゃないやろーもう彼はもうね、ここ固定なんで、もう、成績がどれだけあれであろうと、もう、彼はもうここに固定なんで、もう、どれだけもうオリックス戦でもう1割やったとしても、ここ固定なんで、はい。それは、はい。仕方がない。えー そして5番ファースト、オスナオスナ、構成オスナ選手、東京ヤクルトスワローズ。えー、彼に関してはね、まあ、その普通に交流戦とかでも打ってきるし、であとやはりなんて言っても日本シリーズで大暴れしてきたっていうのがね、ありますよね。このファーストね、えー、このファーストのポジション、オスナ選手。これ、ファーストのポジション、これ、5月の中間発表の時誰やったかって言ったら、山川穂高選手なんですよね。えー、これ、山川選手はどうしたんだと。はい、山川選手も普通にあの、 中間発表以降めちゃくちゃ打たれてるんですよ。なぜ彼がファーストから外れたのか。あのー、ずっとね、もう山川選手がファーストで遠くからやったんですけど、10月1日のソフトバンク戦で、あのー、オリックス優勝の希望をつなぐホームランを打ったので、あの、天敵脱退です。えー、彼、うん、天敵オールスターズ、もう契約合意間近まで行ったんですけども、えーと、10月1日に急遽あの天敵オールスターズの契約を発揮しまして、はい。天敵卒業です。代わりにオスナ選手ですね、日本シリーズから入っていく。えー、そして6番、ライト。 柳田由紀 はい。柳田祐希選手、ソートバンクホークス。えー、オリックス戦で3割1分5厘打ってます。えー、そしてホームランは最多の6本ということで。えー、そしてビーモレルが現地に行った試合でも普通にホームランを打ってビーモレルの現地観戦成績をさらに悪迫させる。えー、そしてサークルチェンジ回転2日目に、吉信選手から、えー、満塁ホームランを打つというね。はい。えー、柳田選手、3年連続の天敵オールスターズスタメ入りです。はい。おめでとうございます。はい。柳田祐希えー、6番、サード、佐藤輝明。 えまあ今シーズン3試合しかしてませんが、えー、その3試合で4割1分7厘、えー、ボコボコにやられてます。えー、そして何と言ってもやっぱりオリックスファンは阪神に対してあのー、投手を思いしてるんですよ。その中で今シーズン、阪神に3連敗。はい。その中心とは、だから佐藤輝明。これもトラウマ以外に何でもありません。3戦目のの、オーバーキルの、えー、3ランホームラン。あれも僕は地獄に落ちましたね。はい。佐藤輝天敵オールスターズ初、初、選出です。えー、8番キャッチャー。ここで内山。 はい。内山相馬。はい。東京ヤクルトスワローズです。まあもうこれしかないでしょ。あの、日本シリーズの同点スリーラン9回の。はい。あれ見に行ったんですけども。えー、あれだけなんですけどね、結局。<laughs> 打たれたヒットですらあれだけなんですけども、今年は。うん。ただやっぱあれがでかすぎたっていうのと、あとやっぱ清流高校なんですよね。あの、ここで島内一派なんですよね。 もう、声量高校に入ってる時点点的ポイント高いんで、はい。もう、声量ポイントで、えー、内山選手選出。あと、ま、キャッチャーが、あの、あんまり候補いなかったっていうね。 森友也選手が筆頭候補やってね、もうシーズンの終了まで森友也選手がもう合意してたんですけども、急遽なんかあの、オリックスに来るとか言い出して、あ、味方やんけ、そ、そりまた話違ってくるなってことで、あの、森友天敵卒業です。まあ、来年、あの、僕を苦しめて別の意味で天敵オールスターズに入らないようにお願いします。はい。とりあえずあの、天敵のキャッチャーは急遽内山選手が入ってきました。えー、そして最後ですね、えー、9番ショート。えー、紅林光太郎。 オリックス・バーローズです。ついに、スタメンに、オリックスの選手が、はい、B モレル天敵オールスターズに入ってきました。あの、これ、理由は一個ですね。はい。あの、元カノに似てるから。振られた元カノに似てるから。だから、紅林選手がね、もう、打ってくれる分にも全然いいんだけども、うん、その、顔アップされた時に元カノを思い出して、頭痛くなるんですよ。 だから、あのー、珍しいですね。この成績関係ない、もう単純にビーモレル個人の問題で頭痛くなるから、あの、これもう点滴入れるしかないやろってことって。はい。実際頭痛起こってるんでね。あの、とりあえずベニーあの、点滴オールスターズ入団です。はい。えー、そして最後ね、あのー、特別にこれ代打発表します。はい。選べろー ラベル俺の気持ちを、ねこれオープン戦、そして開幕ちょっとの試合で、あの、ラベルいけるぞってなってから、もう Z コースさ。結局変えるやろ。すぐ変えるやろ。シーズン終わってから、日本シリーズまた次おだから、ラベルは俺の心を持て遊んだんや。そういう意味で天敵オールスターズや。うん。B モレルのメンタルの天敵オールスターズで、ラベルーいや、ついでにバレラも、バレラー合わせてバレラベルえー、そしてピッチャーの発表も行きましょう。え、まず先発ピッチャー。 えー、噂は直之き。えー、噂は選手は、えー、オリックス戦も以前から合わせて11連勝中ということで、あの、勝ってません。噂は投手にも4年ぐらい勝ってません。はい。防御率も今年1.98か。これはもうね、ローキンも完全試合されましたが、あの、そういうレベルじゃないよね。ローキンは一応勝ってるし、もうしばらく噂は選手の顔見たくないですもんね。はい。まあそういう意味で天敵オールスターで先発。えー、そして中継ぎ。うん。水上義信。 えー、新人王も取りました。水上義信投手。えー、まずね、これ、もうオリックス戦で、これほとんど打たれてないですよ。水上義信投手。うん。まず打ててない。はい。水上投手。まあそこっていうのと、あとなんか、水上義信投手ね、あの、ありがたいことに B モリル視聴者ということであり,あ,りありがたいんですけども、なんかね、あの、B モリルが現地に行くってなった日に、なんかインスタライブで、今日 B モリルが来るから、セーブ勝てますねって言ったらしいんですよ。はい。ダネットじゃーん もう、もう、B モレル現地で水上投手に舐められてるやんけ。で、結局その日負けとんねん。で、ツイッターのトレンド入ってんねん。だから、水上投手にそのツイッタートレンド入りの追い打ちをかけられるという意味で、えー、水上投手そこでも点滴オールスターズに入りました。はい。えー、そして、押さえ。えー、これ、大勢。 はい、読めるじゃないです。で、大成投手には今シーズン交流戦で、あの普通に2セーブされてるんで点も取れてません。あれどうやって打てるんですか？セリーグのバッターはあれどうやって打ってるんですか？あれ、打てる気合いないでしょ。うん。どうやって打つのはなばけ。化け物ははい。抑え、大成投手ということで、まあ、オリックス。結構今年抑えは打ってるんですけど、体制だけは打てなかった。マジでえー、そしてこれね。特別にあの始球式枠も用意したいということではい。これ。 先発中継を抑えとて、その前の始球式も発表します。始球式も。えー、始球式、日向坂46、山口パルヨ山口パルヨというよりは、日向坂46ですね。はい。あの、去年も加藤志保がね、投げて、今年も山口パルヨが投げて、どっちも横浜戦負けとんね、オリックス。日向坂が始球式したら、とりあえず負けんね。で、なんか、オリックス、ブワッファローって告知の時点で間違えられるし。そういう意味では、日向坂46がこれ、始球式の点滴オールスターズに入りました。 朝まかわいいええー、ということで、2022年天敵オールスターズ、ええー、決定版こちらの方になりました。ええー、いかがでしたでしょうかまあ、この、去年の天敵オールスターズとかね、あと、今年のその、中間発表の天敵オールスターズと見比べてみましう。だいぶメンツは変わりましたが、まあ、4番島内は不動なんですけども。まあ、やっぱりね、シーズン中いろいろなことがありますから。あともう一人ね、ちょっとあの、番外編で言いたいんですけど、これ、山口幸輝というね、あの、ロッテの選手。 山口幸輝選手もこれ10月1日まではもう天敵オールスターズもうほぼ当0もう合意直前まで行ったんですけどもだって山岡選手からホームラン3発打つしねもう本当にもうマーティン選手に代わって山口幸輝選手が入るかと思ったんですけどこれ10月2日ソートバンク戦あの逆転のスリーランを放ってあのオリックスの優勝を完璧にアシストするっていうねあのおっとそれは話が違ってくるぞと最終戦でオリックス以外でホームランを打ったことによって 点滴を脱退するっていう新しいパターンです、ね。えー、そんなこともって、えー、山口選手点滴をーさ卒業しました。まあ、このね、選手たちの応援歌はサブチャンの方でも歌っていこうと思うんで。えー、そして、B モデル2022アワード、えー、続きありますんで、もう一個受賞枠ありますんで、えー、そちらの方も、フレデブレー